質問はですね、どのように人脈を広げていったらいいでしょうか。ね、どうやって人脈を広げていったらいいでしょうか。こういうことですね。そこでまず私がいます。私がいます。そして、私と今お付き合いしているお友達がいる、ね、そしてそのお友達から紹介された人がいる。はい、私はどのようにお使いこの人とお付き合いしていたらいいでしょうか。この人っていうのは人という字、この人ね、この人と今私とお友達が人間関係ができてます、はい、そしたら、はい、コーヒーできてますね、はい、でこのお友達が私と私に対して紹介してもらいました。この友達からこの人をね、紹介していただきました。はい、私はどういうふうに心がけたらいいでしょうか。友達、真ん中の友達の人に、うん、左の人、あなたのお友達と仲良くなりたいですと、うん、仲良くなりたいですということを伝えました。そしたらこの人をね、紹介してもらいました、ね、そしてそうすると3人で会話ができると。3人で会話ができる。よし、じゃあ私はこの人と仲良くなりたいから積極的にこの人と一緒に会話を頑張ってやっていくぞ。こういうことでいいですか。でそこでこう真ん中の友達が、スルーされると、当然これこういうふうにやるとスルーされますよね。ちょっと問題がありますね。かなり問題がありますね。それは友達を通さなかったから起きた問題です。そうです、友達を通さずにこの人とつながってしまったっていうことは、これはマナー違反です。そしたらこのお友達はこの人を私に紹介するんじゃなかったと、こういうふうに思うんですね。ああ、もうこんな人に紹介するんじゃなかったということで、この人とつながることはできるけど友達との関係が悪くなる。こうなっちゃう。こういうようなね、ことですね。だから、当然のごとく、私はこの人に何かを伝えたいときは、友達を通して伝えてもらわなくちゃいけないんです。友達に、その人にこう伝えてもらえませんか？そうそうそう。そしたらそのとね、この人は友達に対して、その気持ちを伝えてもらう。で友達から聞くと、私がね。そしたら今度この人に、また友達を通して伝えてくださいと言って伝える。めんどくさいじゃないか、飛び越えちゃった方がいいんじゃないですかと。こういうふうに思いがちですけど、飛び越えない。なんでか、それは人脈を広げるときのね、まずね、大前提は人脈を広げたことによって今ある友達との関係がより深まらないと意味がないんです。だからこの人とつながることが目的なんだけど、この人とつながることを通して友達との関係がより深まってこそね、人脈を広げた意味があるんですよ。だからここがもう切れちゃうようなことはね、あってはならないんです。もっとね、実はこの人と話すよりも友達と会話することが増えないといけないんです。ここが大事なんです。ここが圧倒的に多くならないといけないんですよ。そして
友達とこの人との関係ももっと増える増えると。だから私がこの友達この人と 人間関係を結ぶことによってですね、友達はこの人と人間関係が深まり、私はこの友達と人間関係が深まる。これが理想的な人脈の広げ方なんです。ね、今は飛び越えてます。飛び越えるとね、私とこの友達との人間関係が広がり、友達とこの人との人間関係も広がってしまう。距離が距離がそう空くんです。私がこう近づこうとした分だけね、わかりますよね。私とこの人が近づこうとした分だけ友達が弾き出される。私と友達との関係も悪くなるし、友達とこの人との関係も悪くなっちゃうんです。非常に良くない。だから人脈っていうのはね、常に今ある人脈を通して広げていくんですよ。なんかね、どうしてもこう多項子的な人間になろうとしてるんですよ。私がいて、こういうような人間関係のつながり方をしようとするんです。これはね、どれだけやっても人脈とは呼べないんです。人脈ってのはこれが人脈なんですから。この人を友達を通してつながって初めて私にとってこの友達が人脈になるんです。これ人脈じゃない。こういうふうになってるのはね、世の中ではね、私とこの人と一対一の関係になっているのを人脈だと思ってる人が結構いるんですよ。例えばね、自分が会社の社長さんに なるとね、会社の社長っていうことで、ね、大企業の社長っていうことでいっぱいいろんな人が来るわけですよ。中小企業とかね、仕事が欲しいからっていうことでいっぱいこう人が集まってくるんです。この集まってきた人たちを見て、ああ私はこの人たちを知っている人脈だと、こういうふうにね、勘違いしてる人がいるんですよ。こういうのが人脈だと思ってるね。つまり私はこういろんな人たちを知っていると、これはね、人脈とは言わないんです。人脈っていうのはね、私と友達、これではね、人脈とは言わないんです。その友達の奥にいる人と友達を通じてお知り合いになることがなって初めて人脈なんです。この友達がね、例えば私がいて清盛さんがいたとしたら、清盛さんの縁のある人を、ね、私が紹介していただいて、そしてこの紹介していただいた人と清盛さんがセットで動いて、初めて私にとって清盛さんが人脈と言えるわけです。例えば、私がいて清盛さんがいて、清盛さんのお母さんがいたとしたらですね、そしたら清盛さんのお母さんはですね、常に、清盛さんを通じてこう話をするわけです。あ、すいません、ちょっとお母さんにね、こういうことを伝えてもらえますかと清盛さんにお願いして伝えてもらう、ね、そして、そのお母さんからまた清盛さんと通じて、いろんなものが上がってくると、こうなって初めて、あ、私はこの清盛さんが私にとっての人脈なんだな、こういうふうに感じるわけです。こうなって初めてね、清盛さんと縁のある人がこうたくさんいても、ね、
私は清盛さんという人を、まあ、ハブとしてとかね、今の言葉で、今流の言葉で言うとハブとして、それをこう中心としてお付き合いする人たちが出来上がるわけです、ね、この人が私にとっての人脈なんです。だから人脈って分かってない人がいるんですよ。人脈ってこの人たちが私にとっての人脈なのかと、これ人脈じゃないんです。それは私のただ単なる知り合いなんですよ。人脈ってのはこの人を指すんです。つまりその人を通していろんな人たちと会える人が私にとって人脈なんです。だから人脈になるためには当然のごとくね、その人の奥にいる人と知り合いがお知り合いにならないとね、近づいていかないと人脈とは言わないんですよ。例えば今のねいとこん国で言うなら人脈ゼロなんですよ。どちらかというと、それはなぜかというと人を通してまだお付き合いができてないからです。なんでできないんですか。なんでできないの。飛び越えてるからです。いつもいつもこの目の前の人飛び越えて近づいちゃうから。だからこんなタコ足状態になる。見るべき人はこの人じゃなくて友達の方。そうそうそう、友達を 見ていかないといけない。だからこの友達と大、ね、友達と人間関係を大事にしていれば、この人たちとの付き合いはこれからもずっと続けられるっていうのが私にとっての人脈だし、人脈と呼べるような人はこの友達一人なんです、私にとってはってことですよ、うん、この人たちが私にとっての人脈ではなくて、この人たちとお付き合いのできるこの友達が私にとっての人脈なんです。わかりますかね。で、私にとっては清盛さんは私にとっての人脈になるんです。なぜなら清盛さんがいろんな方と連絡を取り合ってこの会場に、お連れしていくね、連れてきてくだされるから。だから私たちは、私はこの人と一人一人ね連絡を取らなくても、清盛さんと私が連絡を取り合っていればいろんな人たちとお会いできると。そしたら清盛さんは私にとっての大事な人脈となるわけですよ。当然のごとく清盛さんとの関係が悪くなったら、清盛さんの奥にいる人たちとの関係もみんな悪くなってしまうわけですね。だから私は清盛さんという人を大事にしなくちゃいけないんです。なぜかというと、清盛さんの奥にいる人たちとこれからもお付き合いしていくためにね。大事にしていかなくちゃいけない。そしたら、この人たちと人間関係を深めるために飛び越えちゃいけないわけですね。例えば私が清盛さんのお母さんと清盛さんを飛び越えてどんどん近づいていってしまうとね、それは良くないわけです。どんどん近づいてしまう。そうじゃなくて、清盛さんを間に挟んで近づくならいいんです。どれだけ近づいても、それを清盛さんを飛び越えて、ね、お母さんとどん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 近づいてしまうと、それは私とお母さんとの関係は良くなるかもしれないけど、清盛さんとの人間関係は良くなくなるんです。悪くなってしまう。こういうことなんです。
だから人を通してお付き合いをするっていうことを学ばないといけないんですね。これ飛び越えてるんです。これ飛び越えちゃダメなんですよ。飛び越えたらこの人は人脈に永遠にならないんです。だから常にこの人といろんなことをね、これからやっていこうと思ったときはこのお友達を間に挟んで、そしてこう連絡を取り合わないといけない。そのお友達にこう一回相談して、逐一相談してから。そうですよ、逐一です。そうです。逐一でこの友達に相談しないといけない。だからこう友達のいないところでこの2人がね、こうどんどんと話を進めていくっていうことは普通はやってはいけないんです。この友達にやってもらわなくちゃいけないことを自分が勝手に飛び越えてやっちゃってる。これがね、良くないんです。例えば何々さんに間に入ってもらってやってって言ったら間にちゃんと入ってもらわなくちゃいけないんですよ。それはそういう技術を学んでほしかったからなんです。こうやって一対一対応をしている限りこれ人脈とは呼べないんですよ、ね、人脈を広げるんだから。人脈を広げるっていうのはこういう友達を、こういうことのできる友達を1人2人3人と増やしていくってことなんです。この辺がね、分かってないんですよね。これが人脈だと思ってる人が多いんです。こういうの、私とこの人とお付き合いしてる、私とこの人とお付き合いしてる、私とこの人とお付き合いしてる、私とこの人とお付き合いをしている、それは人脈じゃないんです。お知り合いなんです。そうじゃなくてこの人とつながったらいろんな人たちと会える、それが人脈なんですよ。だから伊藤君と私がつながったら、私は伊藤君を通してたくさんの人たちとお知り合いになれるなら、いや、たくさんの人たちとも言わないとは言わなくてもね、誰か伊藤君を通して誰かとこうねお付き合いすることができるなら、ね、それは私にとって伊藤君は人脈と言えるわけです。こういうことなんです。普通はね、旦那さん奥さんって感じでね、で旦那さんを通じて奥さんと、こうね近づいていけると、こういうのがね人脈なんです。そしたら後からね、その知り合った人とどれだけねいい関係になってもいいですけど、最初に紹介してくれた人はさらにもっと深まらないとダメなんです。飛び越えちゃダメなんです。こういうこと。だから心がけるべきことはあくまでもこの友達に何人の人をくっつけられるかっていうのがね、これが大事なんです。結局私が一生涯にお付き合いできる、こういうふうにね人脈と呼べるような人っていうのは30人から50人ぐらいがもう精一杯なんですよ。じゃあ30人や50人で終わってしまうかというと、こういうお付き合いの仕方をすることによってさらにたくさんの人と付き合えるわけです。わかります？今はね、自分一人でたくさんの人を抱えようとしてる、こういうお付き合いの仕方をしようとしてるわけ。これはね、人脈とは言えないんですよ。力の置くところが逆だと。そう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 。
この人に目がいっちゃってるわけ。そうじゃなくて、あくまでもこの人を紹介してくれたこの友達が私にとって大事な人である。この人との関係をより深めて、この人を間に挟んでいろんな人と会えるようになっていくのが一番の理想なんです、ね、これが人脈なんです。この場合人脈はこの友達が人脈です。だから人脈と呼べるような人っていうのはそんなにはいないはずなんですよ。だから今こうつながった人がみんな人脈じゃないんですよ。そのじゃあ友達を大事にすると、はい、なると、この私とこの人とのこの直接こうなんかダイレクトで会うことっていうのはない方が普通なんですか？あんまりない方がいいんです。でこの人との関係がもう本当に親密になればいいんですよ。親密になって、これ以上もう近づくことができなくなればダイレクトにやってもいいですけど、まだ親密にもなってないのにこの人とつながっていっちゃったらダメなんです。ダイレクトに連絡を取り合ってしまったらいけないんです。この人とこう友達と私が相談話し合った上でそうなった場合、友達と相談した上でこの人と連絡を取り合ってもいいですよと友達が言っても、なるべくこの友達とは連絡を取らなくて、そうなんです。そうだからこの人が人脈という基本を知らない人が多いわけですよ。人脈って何かっていうね、人脈っていうのは人を通じてこう知り合えた人のみを人脈というわけですよ。だから勘違いしてる人はね、この友達は私に誰かを紹介してはいこれでおしまいっていうふうにしようとしちゃうんですね。これは私とこの友達との関係が全然深まってない証拠なんです。例えばその友達にこの人を紹介してもらいましたと、はい、そうすると私がこの人と近づくことでこの友達は喜ぶなって思ってしまうんです。それはね、喜ばないんです。つまり、この人を紹介してもらいました、私はこの人と近づきますということは、この友達は私との関係を離れようとしてしまうんですね。あ、これで私の任務は終わったっていうことでこの友達が離れていっちゃうんですよ。これがね、本当良くないんです。普通はね、こう例えば友達紹介してもらえませんかって言って友達を紹介しました。そうすると私は紹介したんだからっていうことで2人との関係をうまくするために離れてしまおうとするんです。で友達がです。友達が、そう。でもこれで離れてしまうと私とその友達との関係も遠ざかってしまうんです。そして友達と紹介してもらったこの人との関係も遠ざかるんです。そしたらせっかく人間関係を広げた意味がないんです。そこはお見合いとは違う。そう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 、そう、お見合いっていうのはね、はい、両人同士でと、ね、それはね、仲人の人と二人との関係あんまり深くない時だけなんです。お見合いといっても本当の仲人さんはちゃんと間に入って気持ちを伝えていく人になるのが理想なんです。ところが最近のね、まあ今流のっていうかこうね、今までのこう念頭としては仲人さんはじゃあ二人で話し合ってっていう感じで離れていこうとする。それはね、二人がくっつくことに対してちっとも協力してくれてないってことなんです。あとは両人同士の、お付き合いですからと。確かに結婚ならそうですけど、人間関係に関してはちゃんと間に入って、ね、紹介したんだから、私とこの人がくっつくまで、人間関係を結ぶまでこの人は責任があるんです。ちゃんと責任を果たしてほしいんですね。責任を果たすことによって私と友達との関係はより深まるんです。そして友達とこの人との関係がより深まるんです。そうやって友達を通じて知り合えた人、そして友達を通じてずっとね
お知り合いとして続けていける状態を人脈というんです。要するに人脈となる人を、はい、あの見てないというか、そうそこらが変わってないことが問題だ。そうですそうです。そうするとせっかくこれから人脈となってくれる人を大事にできてない。そうですそうです。はい、はい、そうですね。だから人脈っていうのはその人を通していろんな人と知り合えるような人が私にとって人脈だし、この人が私にとって大事にしていかなくちゃいけない人。じゃあ心がけとしては、うん、僕今までは私とこの人の関係の上で、はい、その人がこの僕とあの知り合いでよかったと思えるようにというよりかは、はい、この友達がこの人を紹介私に紹介してよかったと思ってもらえるようにそう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 、うまくいかない。逆に言うたらこの友達この人が私とうまくならなかったとしてね、うまく人間関係を結べなかったとしても、それを縁として友達と私との関係がぐっとね深まったら成功なんです。そう、そしたら紹介してよかったなとこの友達は思えるんです。そしてこの友達とこの人とがつながり続けている限り私とこの人との関係は切れないんですね。全然このコンセプトが分かってなかったんです。そう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 、どうしてもこうこの人となんとかつながっていこうとしていたと思うので、それは全然考え方が今までと変わってませんよと。私と友達と の, この関係は、はい、その自分が思っているよりもっともっと深いものがある。いや深くしていかなくちゃいけないんですよ、うん、この人を紹介することによって深まっていかなくちゃいけない。で同じように仏法っていうのはこの人脈を通して広がっていくので、結局その今こう聞いている方々が私にとってその人たちが人脈とならない限りね、仏法を聞いていかれる方も増えないんです。全然こう一対一の対応している限り増えない、はい、だからまずは人脈を広げるプロになってほしいんです。自分が人脈を広げるだけじゃなくて人にもこの人脈の広げ方を手取り足取り教えていけるような人になってほしいんです。一流だ。そう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 、そしたら自分もバーッと広がるしね。広がるだけじゃなくてこう教えていけばこうやって広がっていくわけ。このその人と つながってる人たちが広がっていくわけですね。だからこの方が人脈の基本を理解してその方法をこの人に伝えたならばどんどんと広がっていくんです。これができて初めてね、時間とともに人脈の広がる集まりが出来上がるわけです。そのほっといても自然に増える。そう、ほっといても広がっていくわけ。だから私は伝えてるんですよ。私が一生懸命人脈を作らなければならないっていう状態ではね、限界があるし、そのいくら頑張ってもね、報われないわけです。誰かがその人脈の、ね、作り方を覚えてその人が人脈を広げてくれれば、私はその人と一生懸命仲良くしていればどんどん広がっていくわけ。人脈は時間とともに。そうするとこのまずこのよく分かってませんでしたと、はい、でそのためにこの友達に当たる人をこうおろそかにしてましたと、
いうことがあって、これから変えていかなければならないと。そう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 、変えていかなくちゃいけないし、この、うん、友達に当たる人っていうのは人脈のキーになる人だからね。この人を通じてどれだけの人がくっつくかっていうことが私にとっての人脈の命になる。この人を通じて。そうですよ。だから私にとって人脈っていうのはこの人で、この人が何人の人とくっつけるかっていうことだね。例えば私だったら清盛さんという人が何人の人とお付き合いができているかっていうことが私にとっての人脈の命なんですよ。私が何人の人とお付き合いができているかが大事じゃなくて、私が清盛さんという方を通してね、何人の人とお付き合いができているかってことが大事なんです。そういう人が、清盛さんみたいな人が1人、2人、3人と増えていくと、私はですね、ものすごいたくさんの人とお付き合いができるようになるんです。でしょ。これをやっていきたいんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、ちょっと休憩をします。